旭川市と協定を締結したのは。ふるさと納税サイト、ふるさとチョイスを運営する東京のトラストバンクです。この協定でトラストバンクは。旭川市のふるさと納税の返礼品の開発支援などを行っていきます。この度は大変心強い。パートナーと連携協定を締結することができて。本当に嬉しく思っております。市が返礼品として力を入れているのは。特産品の旭川家具です。 今月からは市内に工場を持つ家具ブランドアルフレックスの商品やクーポンを4万円の寄付から返礼品として受け取ることができます。